乃木坂46の1期生、齋藤飛鳥24が18日、東京ドームで卒業コンサート2日目公演を開催。前日の初日公演と合わせ各日5万人、計10万人を動員した。2011年8月、乃木坂46の第1期生オーディションに最年少メンバーとして合格し、長きにわたり、エースとして牽引してきた。昨年いっぱいでグループから卒業していたが、この日をもって正式にメンバーとしての活動を終えた、アイドル、齋藤飛鳥、最後のステージは、自身のセンター曲、自己中で行こう、で幕開け。齋藤が一人で現れ、中央ステージに置かれたドラムセットに座り、イントロを叩き出す。自らドラム演奏として加わる形で、後輩たちと一緒にパフォーマンスした。ステージセットは、未来へ向けて羽ばたく白い羽をモチーフに。すでに1&2期生全員が卒業しており、今後のグループは3から5期生が背負う。齋藤が卒コンの全楽曲をセレクトし、スタッフと共にセットリストを構築。齋藤は5期生と、絶望の1秒前、4期生と、IC、3期生と、ときめきめきめき、をそれぞれ一緒に披露するなど、随所に、未来への継承、を感じさせたのも印象的だった。バル、中盤では、齋藤が秋元康総合プロデューサーに訴え、出現した小室哲哉提供曲、ルート246、を披露。紅白歌合戦でも披露した思い出の曲をセンターとして堂々と歌い上げれば、人は夢を二度見る、では、ファンに乃木坂46への変わらぬ愛をお願い。後輩たちを見つめると、声を詰まらせながら、乃木坂をよろしくねと訴えるシーンもあった。関係者によれば、卒業後も乃木坂46現メンバーをはじめ、白石麻衣、高山和美、西野七瀬、松村さゆり、西野七瀬、江藤美沙ら多くの卒業生が所属する、乃木坂46合同会社に所属。タレントとして芸能活動を続けるという、卒コンを終え、齋藤は、11年頑張ってよかったと言いますか。最後にこんな景色を見れて人生大満足です。本当にありがとうございます、と感謝すると、今日で卒業なので、明日からは恋とかもするかもしれませんね、とにやり。会場に響く、というファンの声に、お前らの誰かの嫁が、アスカになるかもしれませんね。俺の嫁ですね。じゃあ、さようならと、齋藤らしくいたずらな別れをしたかと思えば、何度も、ありがとう、とファンに感謝を伝えていた。